狂気対狂気みたいな、自分のは凶暴の方ですよ。本日の樋口和貞、圧倒的なパワーと凶暴性を武器、デビューから1年足らずで数々の金星を重ねてきた樋口。今回の対戦相手は、勢いのあって尊敬できるレスラーですね。強打のヒットマン佐々木大輔、ディック統合ジムの高度のレスリング技術を持ち、強靭的なひらめきで相手を攪乱する強打の仕事師、今宵 DDT からの刺客として樋口の前に立つ。自分の庭でギブアップの接触を完全に晴らしたいと思います。11月3日名古屋大会で行われた大盛り1、樋口は佐々木のクロスベースに屈辱のタップアウトマンを喫した。おい樋口、あなた腐れるぶっ壊してやるからな。11月8日春日部大会のタッグマッチ、今度は樋口が佐々木のパートナー宮武を必殺の暴君で叩き潰した。そして迎えた今宵の一騎打ち。佐々木さん、より荒々しく凶暴にぶっ飛ばします。よろしくお願いします。ごっつぁんです。 DeNA11 メインイベント、佐々木大輔 VS 樋口和貞。
Masaki! Quem foi? Kyoki! Kyoki! Masaki! ブレイク
立てない、もう立てない。樋口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 樋
ゆっくり、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 どうだ、いけ、待て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 、上来るぞ上来るぞ上来るぞ、はい、出口、OK、 早く来る、よっしゃ、どうも、おっ、うわぁ、出口、どうも、15分経過。佐々木さん、来るよ来るよ、
예예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 
神戸からの大学組によりまして樋口勝澤選手の勝利でございました。